はい。始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について、投資家目線でお話ししていく動画です。ナビゲーターの小林です。はい。マネーセンス彼女の浅田昌司です。はい。今日のテーマは、アセットアロケーション投資で投資初心者が抱える5つの問題点。うん。ということでお話ししていきたいと思います。はい。はい。まあ、ここでいうアセットアロケーション投資。まあ、今風に言うと、国際分散投資。うん。というのかな。 まあ我々が推奨している全世界投資の中身ですね,そうですねアセットアロケーション投資っていうものだけではねアセットバランス等々が入ってこないので、うん、まあそのアセットバランスも含めた全てのもので、えー、言っているのがまあ全世界投資と我々はあの言っていますけどもね。これがですね、はい、一応ここが一番王道の投資方法ということで採用される方はまあ多くいらっしゃると思うんですよ、ねはい。でこれをいざ取り入れましたといったところでも、うん、まあうまく機能しないというか。 まあ投資初心者が抱えがちな問題点が5つほどあるなということで今回この企画になっております。うん、なるほど。取り入れるか取り入れないかっていうその前段階の部分をね、含んでいるので、うん、まあ取り入れてからもそうだし、取り入れる前からもそうだけどもね、まあ、問題点として5つありますので、まあ、そちらを取り上げていこうかなというふうに思います。ま、はい、まず1つ目アアセットアロケーション理理理論のの原理を理解でできなないい採用しないうんこれはねあれ分かりますよ気持ち ノーベル経済学賞も取られていてい実際にそれに付随する論文も本当に山ほど起きているし、うん、なんなら巨額の金額を運用している、まあ、日本であれば GPIF であったりとか、まあ、他の大学の基金であったりいろんなあの基金あります、えー、そういったものも全てアセットロケーション運用でされていてそこのアセットバランスとか、まあ、そういうようなものもいろいろ研究されて、えー、運用しているのにもかかわらずまあ素人考え 方で例えば米国一辺倒がいいだとか、うん、全世界の株式だけでいいんだとかもういい加減にしませんかっていう感じですねなんでそっちになびくのかっていうと、うん、簡単だからなんですよ、うんまあ、そっちの方が簡単ですよね、うんはい、バランスファンド一本買えばあいいよねと、うん、それとか全世界株式一本買えばいいよねと 米国株式。まあ米国が上がってんだから買えばいいよね、と。うんうん、非常に短絡的なんですよ。うん。まあいわゆるリスクリターンっていうふうなことを考えると、アセットアロケーション運用が全てだし、それ以外の方法で長期投資なんて、まあ、考えられないのに、まあ未だに言ってる人いるんだよね。それはリターンを追い求めるからだよね。うんうん、でもリスクについて全く考えてない。うんうん、で、それを受けた後考えることになるんだけど、それはそれでいいですよ。うんうん、例えばビットコインでものすごい重かったっていう人もいるし、 インド株式、中国株式、アフリカ、あなんかベトナム、いろいろ国挙げられますよね。まあそれで大儲けしたっていう人がいて、えー、その人は良かったかもしれないけど再現性がないよね。で、その時に行けましたかって言っても分からない。うん。そういった本来は理論的にもうある程度分かっているのに、まあ、人類の英知として紐解いてきたのに、それが使えないっていうのはもう結局理解していないっていうことなんですよ。うん うんうん、これがまあ第一の関門かな。本当に厳しい,言い方をするとこうなります。うん、あの、僕には考えようがない、正直。それでも個別株式を購入してそれで儲かっているっていう人たちもいる。うん、それは相当な勉強がいるし、それだけの時間をかけています。 うん、はい。我々もチーム7%っていう改正のありますけど、そこでご質問いただくときに、アセットアロケーションももちろんやりたいんだけども、個別株式について勉強していきたいと思います。何したらいいですかっていうのね、ご質問いただくことはあります。もうその時点でアウトなんよ。その人は儲からない。もうものすごい勉強しなきゃいけないし、ものすごい時間をかけなきゃいけない。まあ、それが楽しくてしょうがないんだったらやっていただいていいですけど、基本的にそれ以外の自分自身の幸せであったりとか、自分自身の家族のこととか、自分の趣味とか、まあそういったものに 時間をかかかけた方方がも有意義じゃないいですかっていう僕自身の考え方もあるよ、うんはい、平均点が取れるんやったらそれでいいやんっていうような、まあ、考え方もあるんよね。うん、だけどそれが理解できないよ。それは何かっったら理解しようとしていない、うんうん。簡単だから。で、簡単なものになびいてしまうっていうのは人間の常です。 しょうがない、これはね。うん、うん。だから、僕自身は、この方が、リターンもリスクも、そのバランスが整っているっていうことで、アセットアロケーション理論であったり、全世界投資ってお話ししているけど、それが理解できるまでは、その中で、株式一辺倒じゃなくてね、債券も加えてくださいねっていうことで、まあ、お話をして、それが、まあ、いわゆるリスクとリターンの関係で、そちらの方がよろしいというふうに考えてはいるけども、それを株式一辺倒でいいじゃないの、一つの国だけでいいじゃないのっていうのを、 方に関してはコメントもいただきましたけどもう痛い目見るしかわかんないよねっていう風に言われました実際に、うん、でもそれでも諦めたくないから僕らは毎週毎週こうやってお話をしているよねでただやっぱり数を打てばいいわけではないっていうこともあるので、えー、当然そこになんかこう響かないという方に関しては結構厳しく言ったりとか別の角度で言ったりとかいろんな手を変え品を変えてね、えー、お話をしていかなきゃいけないなっていう風うには思うんだけどもまあ余計なお世話だっていう,ふうに言われたらまあその そのままその通りなんですけどもね。ここの部分をちゃんと理解していただきたいなというふうにも思います。うん、いわゆる原理原則が理解できなかったとしても、それのもとにするとリスクは下がるっていうことは理解してほしいよね。うん、それはもう僕らグラフとかでもう何度となくお話ししているので、そこはまあお分かりいただけるんじゃないかなというふうには思うんですけどもね。まあ、実際にそれを目の当たりにして、実際の自分のお金で受けたとき、え、もっと早くにもっと強くで言っといてほしかった。 っていうふうに言われることが多いので、うん、今のうちから言っておきます。で、えー、その文句言われても、あの時こういうふうに言っていましたよね、と。うん、っていうふうなことで、まあ僕らは、やっぱね、教訓にしてほしいなっていうふうに思うので、うんうん、そう話をしてるのね。雑、ねうん、せタロケーション運用っていうものがね、受け入れられない、また採用されない、そういう一つのファンドだけで十分じゃん。うんねまあ、そういうコメントもあります。うん、あります。はい。ありまだに届かないのかな、と。 というふうにも思うし、うん、だけど、再建に関してはね、届いた。あこのね、1年か。うん、2021年では、もう、よし、やったというふうに思えたことがあるので、僕らもね、伝え方がどれが正解なのかわかんないけども、まあ、いわゆるその皆さんとの対話とか、まあ、その動画とかですね、まあ、その状況に応じてですね、作ることで、皆さんに分かっていただける日というか、まあ、あの、ご理解いただける日が来るんじゃないかなというふうにも思っていて。 で、この先なんですよ。うん、もうこんなのはもう最初の、最初の一歩なんですよね。うん、この先、日本人がちゃんと得てほしい、そのファイナンシャルリテラシーであったりとか、ファイナンシャルインテリジェンスをお伝えしたいんだけど、うん、ここの部分で、ちょっとね、伝えきれないっていうのが、まあ、歯がよくてしょうがないっていうのがあります。うんうん、はい。まあ、ちょっとね、あの、一つのものだけでずっと話しててもしょうがないので、2番目に行きたいと思います。はい 2番目はアセットアロケーションは良いと考えるんだけどもある利益を受けた後、うん、もっと大きいリスクを取っていれば良かったと感じる、うん、ああもうこれはあるあるですねこれね投資の世界あるあるなんです、うん、アセットアロケーションとかそういうのって関係ないですよ。うん、○○丸々投資はいいと考えるんだけどある利益を持った時もっと突っ込んどけばよかったとかね。ねもっっと儲かったのに そう。って思うんですよ。はい、うん、これ利益を受けた後ね。そうですね。うん、利益を受けた後、そう感じるってことですね。うんうん、なので、アセットアロケーションによってリスクを抑えてるっていう話をしますよね。で、リスクを抑える代わりにリターンも抑えられてるんですよ。はい、その代わり平均点が取れるのね。うん、だけど、その平均点よりも実際にテストが終わった後、あれ 結構平均点よりいい点数取れたっていうふうになったとき、うんうん、いや、もっと勉強しときゃよかったな、みたいな、ね。もしくは割り振りをね、もっと株式に振っとけばもっと儲かったじゃねまあそうだね。みたいなるほどね、うん。そうですね。はい、もっと株式に行っとけばもっと儲かったんじゃねっていうふうに考えるんですねうんうん、うん。ちなみにね、僕も思いますからね。あ,あ、そうですね。はい。はい。多くの方はそうです。こう感じることになります。うん ただこれは間違いだっていうことになるんですよ。うんはい、で、それは何でかっていうと、リターンしか考えてないからですよね。うん、で、しかも、そのリターンを受けられるっていうことになって、リスクは度外視よね。うん。それを実際に感じることはないから。で、それを感じた時に、また別の問題点が起きるんですよ。そ,すね、それが3番目になります。はい、3番目は、アセットアロケーションは良いと考えるんだけども、ある損失を受けた後、もっと少ないリスクにしておけばよかったと感じる。 これもよくわかる。はい。これも、もう、アセタロケーション投資とかに関わりなく、うん、もう全ての投資のことで言えると思うんですよね。で、うん、損失が現実問題として発覚したとき、うん、その損失を受けた後、あ、もうちょっとリスクを抑えおけばよかった。あ、このお金、もっと慎重に、例えば一気に行くんじゃなくて、積み立て投資すればよかったとか、そういうようなことを後で考えるよね。うん、これもあるあるです。そう受けてから、もう痛みとして、 来るんですよね。で、これのもう真逆のことが2番目にあるよね。うん、ねリスクを受けるか受けないかっていうのは将来決まるものなので、そのリスクが顕在化してしまった時に、そのリスクに対してもっと抑えとけばよかったってなるんだけど、もっと抑えると今度リターンも減っちゃうのね。はい。うん。まあ、それって結局、自分自身のそのリスクとリターンっていうのがよく分かってないっていことなんだよね。うん,うん、うんうん。それは4番目に繋がっていくんですよ。で、4番目のお話なんですけど、事前に密 持って採用した自分の許容リスクっていうのは実際にはより大きく感じるってことなんですねこれもありますね、うん、で、まあ許容リスクっていうことを言うんですけど僕自身は許容リスクなんていうものはないと思っているし、うん、リスク許容度っていうような言い方をされるんですけどリスク許容度もないと思っていますリスク先行度はあると思いますリスクをより好むかそれともリスクをより好まないかっていう、うん 個人差はあっても、リスクが許容できるかどうかなんてみんな許容できないです。若いうちだから失敗してもいいとか、うん、年いったら失敗できないとか、うん、年いったらもっと利益を得なきゃいけないとか、あまた年行けばリスクを抑えなきゃいけないとかっていうようなことはないんですよ。はい。みんな一緒なんですよ。それはなぜかというと、僕らが投資している全世界投資とかアセットアロケーションという考え方には、すべてに投資をするっていう考え方が含まれているので、 そうすると、全世界の動きっていうのはもう決まってるんですよね。うん、僕らに合わせて動いてくれないんですよ。うん、なので、それに合わせて自分自身が投資するかしないかの選択しかないってことなんです。うん、ある一つのなんかブラックボックスがあって、そこの中にお金入れるか入れないかの選択しかない。うん、その方が楽だとは思うんですよね。うん、選択として。 だから、1000万持っているうちのこの中この中に100万入れようか、200万入れようか、500万入れようか、全額いこうかっていうふうな考え方しかないってことです。うん、そのバランス感覚によってリスクっていうのは取られるってことなんだよね。うんうん、あの、我々はその株式一辺倒とか、まあ債権が2割とかっていうふうに考えるんじゃなく、自分自身のお金、現金としてあるうち、どのぐらい運用して、どのぐらい運用しないのかっていう考え方の方が、個人投資家にとってはシンプルだし、それで かつ十分だと僕は思います、うん、で、それを踏まえた上で、自分自身がどれだけ行った方がいいかなっていう風に自分自身で考えた。その許容リスクっていうのは、うん、大概にして、自分自身がそれを受けた時、うん、まあ、いわゆるマイナスで受けた時大きかったと感じるんですよ。うん、あまあ、具体的に言うと。と例えば1000万円。自分は大丈夫だと一括投資しても大丈夫だと思うんで、ドンと言ったとで10万円動いて1日でもうビビビ散らかすと。<laughs> 違らかすね。<laughs> うん、まあ、あの、まあ、同じようなことです、はい。結構ね、厳しく聞こえるかもしれないんですけど、うん、本当に質問の中の、もう根源的に言っていくと、あと5つ目もありますけど、もうこの5つになるんですよ。うん、で、まあ5つの話もしておきましょう。はい、5つ目は、長期的な変動は短期的な変動と同じだと思い込む。 ちょっと難しいちょっと難しいですね。これはね、まあ、いわゆるボラティリティって言います。もうこの変動率、変動の幅っていう意があるんですけど、うん、その変動の幅、これはまあリスクでもあります。はい。いわゆるプラスにもなるし、マイナスにもなる、この幅のことをボラティリティって言ったり、リスクって言ったりします。で、このリスクっていうのは、期間によってそのリスクの幅っていうのは違うんですよ。例えば、リスクっていうのが、まあそうだな、1年間で36%上下動する。うん はいはい。っていうような金融商品があったとします。うん、で、これは1年間で36%なんで、じゃあ1日に回したら365日なんで、うんうん、単純にパッと割ってですね、0.1%の値動きかっていうと、そんなことはないんですよ。はい、それはなんでかっていうと、0.1%の値動きしかもしなかったら、もうプラス36%になろうと思うと、毎日0.1%ずつ上がらないといけない、ねはい、そうですね。うん、だけど波打ってるんですよ。相場、うん、は波を打つってよく言いますね。相、え、場、ー、は到落するっていうふうに言い方をします。うん、ということは、 上がって下がってを繰り返しながら三十六パーセントに行くので、要は、うん、その下がった分っていうのもやっぱりボラティティ入ってるよね。と、うん、いうことは一日に動く割合っていうのは年間で三十六パーセント動くって言ったら一日では零点一パーセントもはるかに多いパーセンテージ動くんですよね。うんはい、単純に考えれば期間のルートだっていうふうによく言われるので、例えば三十六パーセントであるならば、うん、まあ一年間まあ稼働日が二百五十日だとすると二百五十ルートを割れば ね、実際に計算結果としては2.28%ってうふうに出て出きます年間36%動く何かしらの金融商品があった場合概算値として1日に動く平均値っていうのは2.28%。 上下動するってこ、ね、0.1%から2.28ですから倍以上の値動きをするって僕らの感覚でいうと時間がそのまま短くなってしまうとまあどん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 ボラティティも小さくなるだろう、まあ、いわゆる変動のリスクっていうのは小さくなるだろうってうふうに考えるんですけどえ実はそうではないもっと具体的なお話をしようとすると例えば100万があって100万円を運用したとすると、うん、まあ僕らの運用方法でいけば年間5%の利回ありますよ、うん、ということです ね。5%を、まあ単純に12で割ってですね、一月の大体どのぐらい動くんだっていうこと。まあ0.4%なんて言ったりもするんです。はいはい、これ12で割ったら0.4%強ですね。うんうん、はい。えー、0.4%って出るけど、実際はそうではないですよね。12ルート。 を割ればいいってことになるんですね。うんうん、計算すると、まあ、1.44、まあ、1.5%ぐらい上下動するということになります。投資何年間がされていれば、1ヶ月でだいたい 1. 何ぐらい動くっていうのは、ま、だいたい腑に落ちるんじゃないかなと思います。じゃあ、さらにこれが1日でどんぐらい動くかですね。うん、毎日見てたくなりますよね。投資始めて、えー、間もない方っていうのは、今日どうなっただろう。<laughs> 今日どうなっただろうっていうふうに見たいと思うんですけど、その感覚が短ければ短いほどそれだけ大きく動いているので、すごい怖いなって っていううに感じることがあると思います。いわゆるもうある期間のリスクっていうのがあったとき、そのリスクから考えて長期的なリスクっていうのは短期的なリスクをより小さく感じさせることがあるんですよね。これはほとんどの方がそうだと思います。でも相場の仕組みっていうのはそうではないということなので、それが我々にとって障害になる。 アセットアロケーション運用ってリスクをすごく小さくするものじゃないのっていうふうにお話しされることがあるんですけどそれでも1日ででも結構動くんですよねその波の大きさっていうのが思いのほか大きいってことですね、うん、長期的な運用って言っていても同じで例えば1年間に5%の平均利回りがあるとするとこれが10年間の中でどのぐらい企格が変動するのかって言ったらまたこれも大きいなわけですよ。で,、ね、で5%の変動があったりとか、まあ、っリスク 何あるとうもじゃあまあプラスになったりマイナスになったり十何ある中でじゃあ10年間の中でリスクはどのぐらい動きますかっつったらまあそれのルート10をかければいいとそうそうか、<laughs> <あ>うさっき割ってましたから、ね、そう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 、うんはい、でそうそ、ねまあ、うそうそいいうそ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 スそう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 そいそう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  プラス30%、マイナス30%あるということですね。これどうなるかというと、まあ、10%に対してルート10をかけます。えー、そうすると31.62%というふうになりますので、えー、上に30%、下に30%動く確率になるということですね。いわゆるもう、すんごい大きくなるってことですね。まあまあ動きますよね。<laughs> はい、下30は結構ですよ。マイナス30。まあ、プラス5がありますので、うん、もう少し上に上がりますけど。押し上げてね。はい。はい、つまり、まあ、ここで言いたいのは、皆さんが思っているある 期間、1年だったら1年1ヶ月だったら1ヶ月1日だったら1日ありますけどもまあその期間に対して短期的な変動っていうのは大きいし、えー、また短期的な変動が、まあ、いわゆる少ないというふうに感じれば長期的な変動はより小さいっていうふうに感じることになるで実際にはそういう計算結果に出てくるということになります日々の大きさをある程度大きくしないと1年間のリターンっていうのも見込めないっていことになるねでそそれがおそらく投資初心者の方にとっては この規模感っていうんですかね比較っていうのが負に落ちないんですよ。うんうん、もっと大きいと感じてもっとちっちゃく感じるんですよね。それが投資に向かわないこと、うんうん、特にアセットアロケーションってリスクを抑えてやろうとするのでリスク何で小さいのにこんだけ動くんだっていうふうに感じてしまうということになりますね。で、まあ、ここまで5つお話をしたんですけどもアセットアロケーション運用がね、えー、なかなか初心者の方に受け入れられないというか、えー、問題点として定義するものはで これも結局投資経験なんですよ。はい、そうですね。全部投資の世界では当たり前なんですね。なんですけど、経験されてない投資初心者の方にとってはこれがまいう。その現実世界から見るとちょっと受け入れがたい。うん、そんな風に感じることになります。うん、ただ、まあどちらに合わせるかですよね。だかアセットアロケーション投資とかアセットアロケーション運用。まあ僕、僕我々が言っている。全世界投資っていうものは、基本的には全世界の中で一番。まあ平均点が取れる。 一番の安全運用というふうに考えられますで、その方法論がまあ、言ったら分かっているのにえ、またそれはあ皆さんから見れば手軽にそれはできるのにそれを採用しないっていうことにはそれぞれ原因があるし実際それを運用している間でもそこからまあ言ったら離れてしまおうとかそういった考え方に至る過程っていうのがまあここの5つの原因になるわけですねこいつらは基本的に逆の言い方をすればこれが相場なんだよというふうなことなんですけど、うん、まあそれがなかなか理解できない から、まあ、アセタロケーション運用が採用されないアセタロケーションがうまくいかないまあ、問題点を抱えてしまうというようなことになるのかなと思います。うんうん、どちらに合わせるのか？って言ったら、皆さんがこの世の中に合わせた方がいいと思うんですね。人間の中で一番強い力。まあ、この時代をね。渡り歩く力っていうのは力の強さ。頭の良さではなくって、また財力でもない適応力です。そういう世界の中に飛び込んだのであれば、またそれを手に入れてそのメリットをね。享受したいのであれば、その世界に。 自分を適応させていくっていうことも、すごく大事な考え方になります。まあ、ちょっと難しいお話になってしまいましたけど、うんね、まああの参考にしていただければなというふうに思います。はいま、以上ですかね。はい、はい、じゃ、何か参考にしていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。